昭和24年神戸市生まれ。小学4年生で野球と出会った。野球で笑い、野球で泣き、野球で成長した。今年72歳。野球があるから今がある。山陽工業は高校球児と野球に関わる人々を応援します。野球があるから今がある。はい、次です。こっちです。ありがとうございます。野球があるから今がある。山陽工業は高校球児と野球に関わる人々を応援します。